はい、皆さんおはばちゃんみゆちゆきです。今日は宮古島トライアスロンなんですけど、ちょっと風が強くてですね、デュアスロン競技に変更になりました。スイム3キロの代わりに、ランですね。まず走って6.5キロ走って、で自転車で155キロ走って、それでまた最後にフルマラソン42キロ走るということで、今、選手の人たちが皆さんスタートの、ね、位置が変わったんで、スイムがなくなったので移動しているところです。選手の皆さん多いの、まあ、でもそこはバイクからすればはい、選手のね荷物置き場でございます。デュアスロン競技に、ね、急遽変更になりましたので、もう慌ただしくね、こう皆さん移動しております。8時スタートです。はい、皆さんおばちゃんみゆちゆきです。自転車置き場ですね、来てます。すごいですね、1500台の自転車が並んでおります。スタートがですね、ちょっとあの変更になってね、まあ、ランになったんでね、初め、まあ、ここの、駐車場のところから、まあ、スタートっていう風に言われてたんですけど、また急遽、変更になったみたいで、またスイムのね、さっきのまたスタート位置かなに移動ということで、また僕も移動したいと思います。ちょっと変更変更でね、選手の皆さん大変と思うんですけれども、ウェイドー、はい、改めましてここがスタートになりました。トップグループって出てますね。で完走1時間以内グループと、であとはもうずっとこちらの方まで続いております。あった、あ、いったあるもん。で、まあ、選手の皆さんも続々とこう移動中ということで、スタート楽しみです。さあスタートです。近づいてきました。高橋メアリー潤さんが、スターターを務めます。浜に行ってまたこちらの、自転車置き場ですねまで戻ってきました。高橋さんの姿はここからちょっと確認できない感じですね。
さあ、間もなくスタートです。すごいですね、始まりました。皆さんワイドって応援してますね。宮古島東急リゾートの敷地内をですね走っていきます。 6.5 キロです。1500名以上のストロングマンが駆け抜けていきます。皆さんワイドジュンとアイの、HY さん一番近くにもかかってますね。まあ、スターターが、高橋メアリージュンさんだからっていうこともあると思います。